はい、どうかよろしくお願いします。今日も発表項目がちょっと多めになっておりますので、よろしくお願いいたします。まずは9月補正予算案についてご説明をいたします。一般会計の補正規模181億1000トンで60万円となっています。今回の9月補正予算案については県議会からあるいは各方面からいただいたご意見なども踏まえまして、感染拡大が続く新型コロナ対策として医療提供体制や感染拡大防止策の強化に万全を期すとともに、コロナにより影響を受けている県内経済を立て直すための積極的な経済対策あるいは 県民生活への支援アフターコロナを見据えた取り組みにも配慮した予算案を編成しております。主な内容としては4つの柱に基づいています。まず1つ目、医療提供体制と感染拡大防止策の強化。2つ目、県民生活事業継続の支援。3つ目、地域活性化に向けた取り組み。4つ目、安全安心の確保、社会基盤、生活基盤の整備など、これらに沿って計上させていただいております。この補正予算案につきましては9月8日開会の9月定例県議会に提案しご審議をいただくこととしております。以下主なものについて説明をします。まず1つ目の柱、医療提供体制と感染拡大防止策の強化について。新型コロナウイルス感染症については本県において、感染拡大に伴い警戒レベルをステージ3に、また富山市をまん延防止等重点措置の対象区域としてより強い措置を県民の皆様、事業者の皆様にお願いをしているところです。このような状況下で、感染された方が適切な医療を受けられるように医療提供体制の確保などに努めているところですが、10月以降も引き続き感染症患者の入院病床の確保、受診相談センターでの電話対応など対応に万全を期すために69億6100トンで9万円を計上いたします。次の資料をご覧ください。軽症者等の宿泊療養施設につきましては8月末から2施設で対応しておりますが、さらに1施設の追加を想定しています。合計3施設分について17億4583万円を計上します。次にワクチン接種につきましては県の特設会場における接種を11月末まで継続するとともに、土曜日につきましては17時から19時まで、まあ、いわば夜間の実施もすることとしまして、ここに2億3450万円を計上しております。次の資料です。感染拡大防止策としてまず県立学校について感知機種の照明、いわゆるスイッチを触らなくてもつくような照明ですね。それからトイレの自動水栓化、これも自動に出るようなこと、そして、まあ、換気をしながら適温を保つための空調の更新あるいは設置など、感染リスクを軽減する対策を強化するために2億円を計上しております。また特別支援学校の通学バスについては引き続き児童生徒が密にならないように分散乗車をできるようにするという、そんな運行を担保するために増便にかかる経費としまして4710万円を計上します。警察施設についても空調の更新あるいは、まあ、飛沫が飛びにくいトイレの洋式化などについて感染症対策を強化するために1600万円を計上します。次の資料をご覧ください。2つ目の柱は県民生活事業継続の支援についてです。まず生活困窮者の支援について、新型コロナにより収入が減少した世帯への生活福祉資金の特例貸付について申請の期限が8月末から11月末まで延長されることになりましたので、これに必要な原資としまして6億円を計上いたします。またこの特例貸付の再貸付を終了された世帯などのうち一定の要件を満たす世帯を対象とした生活費の給付金についても申請期限が同じく8月末から11月末まで延長されることに伴い必要な経費として600万円を計上いたします。次に交通事業者の支援についてです。
新型コロナの影響により利用者が大幅に減少している県内の鉄軌道バス事業者、路線バス事業者ですねの運営維持にかかる支援として2億6300万円を計上します。また同じく新型コロナの影響で利用が大きく減少しているタクシー、高速バス、貸切バス事業者等に対して事業継続のため車両の維持費を支援することとし1億4100万円を計上します。さらに貸切バスについては観光ツアーをはじめ地域法人での利用等を促進し事業者を支援するために3650万円を計上します。次の資料です。次は航空路線の利用促進についてです。新型コロナの影響により航空需要が大きく落ち込む中感染状況を見極めながら富山空港発着便の搭乗率の向上を図る必要があります。そのために富山きときと空港サポーターズクラブの登録者に対して利用に応じてもれなく旅行券を配布する搭乗キャンペーンを行います。これに2700万円を計上しています。また先般全日空から発表された冬ダイヤでは乗り継ぎ可能な区間の大幅拡充による富山空港と既得と空港と全国各地の空港とのアクセス向上が図られました。これを受けましてその強みをさらに生かそうということで富山空港発着便を含む乗り継ぎ旅行商品を造成した県外旅行会社への支援や利便性を広く周知するための経費として2800万円を計上いたします。次の資料は観光事業者の支援についてです。コロナの感染拡大により夏の観光シーズンの需要が減少してしまいました。観光宿泊事業者の支援のために現在停止している県民向け宿泊割引等について感染状況が落ち着きステージ2に移行しましたら速やかに事業を再開しますとともに合わせて冬の特産品プレゼントなどを実施し観光宿泊需要の回復を支援するために1億2000万円を計上します。また新型コロナの影響により入れ込み数が大幅に減少している立山黒部アルペンルートの運行維持のための経費を緊急的に支援をすることとし5億円を計上します。次に中小企業者等の支援です。8月20日からのまん延防止等重点措置適用に伴いまして厳しい経営環境を迎える県内事業者をしっかりと支援するために国の月次支援金という制度がありますがこれの対象となる事業者に対し県独自で支援金を上乗せするということとして3億7000万円を計上いたします。このほか国における雇用調整助成金の特例措置や休業支援金給付金県の在籍型出向等の支援などを最大限活用いただくために、なかなかこう仕組みが入り込んだりあるいは、種類が多くてなかなか理解できないというお声もありますので、最大限せっかくですから活用いただけるように、社会保険労務士による相談体制を充実することとして430万円を計上します。またコロナ禍にあっても依然として有効求人倍率が高い、いわば人手不足感のある業種それは介護であり看護であり保育などの福祉関係また建設や運輸の業界でございますが、これらの業種を対象にした合同企業説明会を開催し企業の人材確保やコロナ離職者等の再就職へのマッチングにつなげていきたい、これに450万円を計上いたします。さらに中小企業等のデジタル化の促進を支援するために県新世紀産業機構の体制を強化します。各種の補助金やセミナーの申し込みを電子申請で行えるようシステムを構築するとともにデジタル技術の導入支援や産学官の交流拠点となる、仮称ですがデジタルハブを整備する経費として2200万円を計上します。次の資料は農業者等の支援です。新型コロナの影響により全国的な米の在庫量の増加や米価下落の懸念を踏まえまして本県では令和3年産米につきまして緊急的に主食用米から飼料用米へ転換を行うことになりました。
この緊急転換はすでに作付けされている稲の用途をやむを得ず転換することですから、主食用米並みの所得が農家さんに確保されるよう、価格差の相当分などを支援することとし、3170万円を計上します。また今年4月の霜やあられにより、県内の日本梨などの果樹産地では出荷量が例年に比べ大幅に減少するなど、生産者の経営への影響が懸念されます。そのため生産者が意欲的に次期作に向けて取り組めるよう、追加的に行う選定作業に必要な経費への支援、またこの凍ることあるいは霜逃走害というようでございますが、逃走害を防ぐ、燃料資材の実証を行うために1200万円を計上をいたします。次の資料は地域経済の回復に向けた消費喚起策です。今後新型コロナの感染状況が一定程度収束した際に一日も早く地域経済を回復させるためには、消費喚起につなげる支援が重要となります。そこで商工団体あるいは商店街等が行う消費喚起や需要拡大につながるプレミアム商品券の発行あるいはイベントの実施を支援するために3億5600万円を計上します。また県産食材を活用してくださっております飲食店での地産地消を喚起し、新型コロナの影響を受けている農林漁業者や飲食店を応援するため、現在実施中の地産地消ポイント制度の利用促進として9500万円を計上いたします。次の資料は3つ目の柱、地域活性化に向けた取り組みです。富山県成長戦略会議につきましては、先般中間取りまとめを公表したところですが、さらに議論を分野別に深め、具体の施策施策検討を進めるためにワーキンググループを6本立ち上げます。この開催経費として870万円を計上いたします。また実効性のあるビジョンや戦略をまとめ実現していくためには、県民の皆様に分かりやすく発信をするとともに、県民の皆さんとの意見交換を通じて議論を深めていく、このことが大切だということが成長戦略会議の中でも指摘をされております。それを実行するためのビジョンセッションカンファレンス、ビジョンセッションそしてカンファレンス、このような催しを行っていきます。この開催経費として4000万円を計上します。地域活性化に向けてデジタルソリューションを活用して地域課題の解決を目指す実証事業を行う経費として2800万円を計上しますとともに、女性活躍を推進する先進性のある取り組みを導入する県内企業を応援するため450万円を計上します。またコロナ禍において外出する機会などが減少した独身男女の出会いの機会を創出するために、体験型の少人数のイベントなどを実施する経費として2320万円を計上します。次の資料はナショナルサイクルルートの指定を受け、国内外からのサイクリストの皆さんに安全安心で快適なコースを楽しんでいただけるよう、コース沿いの施設のバイクラックの設置を進めるほか、サイクリストへの情報発信の強化を図るため1200万円を計上します。またサイクリングコース上へのカメラの設置により、維持管理を充実し、走行環境を改善するとともにコース環境を広く情報発信することとし、ここに2000万円を計上しております。次の資料は4つ目の柱、安全安心の確保、社会基盤、生活基盤の整備などについてです。県民サービスの向上に向けて県庁のデジタル化を推進するため、県ホームページなどへの AI チャットボットの試行的導入、また行政手続きのオンライン申請が可能な体制を早急に整備するため5724万円を計上します。また県内介護施設などの介護現場における業務負担の軽減と効率化を図るために、介護ロボットや ICT の導入を支援することとし8830万円を計上します。次のスライドは子どもの支援についてです。
医療的ケア児を受け入れる保健所等の体制整備を支援するために1167万円を計上します。また子ども未来館体育山ランドにありますが、体育山ランドにある子ども未来館の環境を整備し、感染症対策が難しい幼児でも安心して施設を利用できるように遊具を充実するため3000万円を計上します。また野外活動への参加機会が減少している子どもたちに自然と楽しむ機会を提供するためジュニアナチュラリスト養成講座を追加して開催することとし340万円を計上いたします。次のスライドは学校現場におけるデジタル化の推進について、公務、学校の事務作業ですね、公務の効率化を図ることにより教員の働き方改革を推進、そして教育の質の向上につなげるため統合型公務支援システムを導入します。これに2億6650万円を計上し、令和4年度から8年度までの維持管理費、これは2億1150万円ですが、これにかかる債務負担行為も設定をいたします。また県立高校の農業や工業などの職業系専門学科においてデジタル化に対応した産業教育設備の整備を進め、最先端の技術に対応した職業人材を育成するため1億飛んで750万円を計上いたします。警察業務のデジタル化を推進し県民の利便性向上、警察活動の効率化高度化を図るため県警用のウェブ会議システムや駐在所の情報ネットワークを整備する経費として5800万円を計上いたします。次の資料です。工業用水の異常管路、パイプラインの異常ですね、工業用水のパイプラインの異常を早期に探知できるシステムを試験的に導入する経費として1000万円を計上をいたします。次に本年6月に千葉県八街市で発生した小学生死傷事故を受けた通学路の点検におきまして改善の必要があると判明した10カ所について歩行者用信号機を新設増答すること、増答、信号機を増やすことですね、増答することとし5000万円を計上します。最後になりますが8月中旬の大雨被害への対応です。のり面の県道ののり面が崩落しました。また補修の修繕、報道の撤去費などを含む道路、河川、砂防などの自然災害対策、通学路の交通安全対策など安全安心な県道づくり、地域の生活基盤の整備などについて県単独の道路橋梁整備、河川海岸整備等の経費として38億円を計上しております。9月補正予算案についての説明は以上です。それぞれの事業の詳細等につきましては別途資料をお配りしておりますが、記載の担当課を記載しておりますのでそちらにご確認いただければと思います。予算が成立いたしましたら速やかな執行に努め事業の効果が一日も早く発現するように、取り組んでまいります。次が2点目でございます。創業支援センターおよび創業移住促進住宅の条例案についてご説明いたします。ご承知の通りかと思いますが現在富山市蓮町の旧、県職員住宅を富山工業高校生のリノベーションプラン、に基づいて創業支援施設1棟と移住者向け、住宅2棟に改修をしております。今工事が進んでおります。全国でも先駆的な職住一体の施設であり起業家や移住者を呼び込み、人物ことが交流する拠点となるよう整備しているところです。この度9月の県議会に設置及び運営に関する条例案を提出いたしますので本日はその概要を説明をいたします。まず創業支援センターの概要を説明します。創業支援センターには創業段階に応じたニーズに対応できるよう多様なタイプの部屋、例えば独立型のオフィス、複数の企業が空間を共有するシェアオフィス、また店舗型のチャレンジショップ、1日単位でも利用できるコワーキングスペースなどがあります。
センターの管理は民間のノウハウを生かすため指定管理者制度を導入することとしております。センターの利用条件についても条例で定めております。オフィス、シェアオフィスおよびチャレンジショップに入所できる方は原則として県内でこれから創業しようとする方および創業後おおむね5年以内の中小企業者とします。利用期間は3年以内で必要があると認められる場合は2年延長できます。コワーキングスペースと貸し室はどなたでも利用できます。利用時間は10時から20時で月曜日と年末年始はお休みとさせていただきます。料金は使用指定管理者が条例に定める上限額の範囲内で県と協議の上で設定をします。各部屋ごとの具体的な金額については指定管理者が決定した後に改めてお知らせしたいと思います。次に創業移住促進住宅についてご説明します。部屋数は 1LDK タイプのアパートメントが28室、個室タイプのシェアハウスが32室です。入居者が共同で利用できるリビングやキッチンなども用意しています。住宅の運営も指定管理者制度を導入することとしています。住宅の入居資格はアパートメントは原則として創業支援センターのオフィスショップの利用者及び県外からの移住者とします。シェアハウスは移住者と県民との交流が生まれるよう入居資格を限定せず県内在住の方も利用可能としています。入居期間は最長3年で1年ごとに更新する契約形態とします。家賃や駐車場の料金も指定管理者が条例に定める上限の範囲内で設定をします。次に今後の予定についてですが、2施設の条例案を9月議会に提出いたします。議会でお認めいただければ条例制定後速やかに指定管理者の募集を開始します。選定手続きに 2、3 ヶ月要すると想定しており、年内に指定管理者を指定する手続き、まあ、具体的には選定委員会での選定、そして県議会での指定管理者指定の議案の議決が必要ですが、このように行います。指定管理者の決定後、指定管理者が各部屋ごとの料金を決定公表し入居者の募集を開始します。これは来年の1月頃を予定をしています。その後施設改修工事を年度内に完了し開設準備を行い来年の7月頃のオープンを予定しています。ハード整備だけではなくて創業相談や創業支援プログラムなどのソフト面での仕掛けも充実させて企業や移住者が集まりネットワークが形成されるハブ施設となるように取り組んでまいります。条例に定める利用条件などの詳細は担当課に直接ご質問いただければと存じます。創業支援センターおよび創業移住促進住宅の条例案に関しての説明は以上です。次に3点目、黒部ルートのネーミングについてご説明申し上げます。アフターコロナを見据えた取り組みということになります。黒部ルートは関西電力株式会社による安全対策工事完了後の2024年に一般開放される予定ですが、今回この黒部ルート、すなわち欅平から黒部ダム間の新名称を募集するものです。大勢の方に長く親しまれる名称となりますようにたくさんのご応募を期待をしております。募集概要について説明します。募集期間は本日から10月31日日曜日まで、応募方法は専用のホームページまたはハガキ、ファックスでのご応募となっています。応募にあたっては、1、応募される方々で考えた全く新しい名称を自由に記入していただくという選択肢、また2番目として、これは事前に設定しました例でございます。選択肢の一つでございますが、宇奈月黒部キャニオンルート、3つ目として、黒部宇奈月ヒストリアルート、
この1、2、3いずれかを選択する、1をご選択の場合は自由に記入していただく、そういう工夫にあふれたものをお願いしますが、いずれかを選択してご応募いただくことになります。なお丸2の宇奈月黒部キャニオンルート、丸3の黒部宇奈月ヒストリアルートは先月黒部ルート名称選定委員会で、関西電力様、また黒部峡谷鉄道さん、立山黒部観光さんなどの関係機関や地元の団体である黒部市、黒部宇奈月観光局、宇奈月温泉旅館協同組合、宇奈月温泉自治振興会のご意見を踏まえた候補の中から選定されたものです。次のスライドですが、ご応募いただいたことに対する商品についてですが、採用された名称の応募者の中から抽選でペア3組の方に、2024年の一般開放の年になりますが、新ルートの無料招待券をプレゼントいたします。そしてそれが主賞、メインですが、副賞として10万円分の旅行券も差し上げます。また全応募者から抽選で10名の方に、富山カード5000円相当ですが、これを同じく10名をまた同じく10名の方には黒部宇奈月カレーセットをプレゼントします。富山カードと黒部宇奈月カレーセット、それぞれ10名ずつ、このカレーセットは黒部市さんからご提供をいただいています。今後の予定ですが、10月31日まで募集し、黒部ルート名称選定委員会にて選考の上、黒部ルート一般開放旅行商品化準備会議で報告発表することとなります。黒部ルートのネーミングについての説明は以上です。次に最後になりますが、4点目、富山県防火推進大会の開催についてのご説明です。本県の令和2年度の出荷率は 1.63 ということで全国最小となる見込みです。平成3年から30年連続で出荷率全国最小を達成することになります。これを記念して気持ちも新たに、さらなる防火対策の推進を図るため、10月4日に富山県防火推進大会を開催することとします。本大会では防火や災害対策に功績のあった団体および個人を表彰するほか、講演や県内団体による事例発表を予定しております。なおコロナ禍でございますので、内容を見直す可能性もございます。詳細については担当課へお問い合わせください。冒頭私からの説明は以上です。